SMBC 日本シリーズ2021第3戦ヤクルト5対4オリックス、23日、東京 D。ヤクルトは1点ビハインドで迎えた7回に C 一塁、サンタナの右翼への2ランで逆転に成功。シーソーゲームを制し、対戦成績を2勝1敗とした。先取点はオリックスだった。3回1四満塁。周が先発の小川から右前手記事だ。1点を奪った。一方のヤクルトは5回に四満塁。3番手のバルガスから中村が仲間へ2点手記事だ。三塁手、周の送球エラーも絡み一挙3点を奪い、逆転に成功した。しかしオリックスは6回無視2塁。杉本が年頭の小川から右翼席へシリーズ1号となる同点2ラン。すぐさま追いついた。ヤクルトは7回から2番手、スアレスを投入したが1死1、2塁とし降板。2死1、2塁となり、吉田忠が田口から左翼への2塁打を放ち、一時勝ち越しに成功した。7回。今シリーズ3試合連続登板となった吉田亮からサンタナが逆転にランを放った。9回は守護神マクガフが9回に C1、3塁のピンチで杉本を迎えながらも、0に封じ、逃げ切った。